レイフは派手にやってんな。大聖堂にかかりきりってとこみたいだ。ってことは墓地は俺たちで独り占めできる。サリ。ああ、準備 OK だ。よしネイト、頑張れよ。なあ、来ないのか。いやほら、エスカレーターがありゃついていくんだけど。わかった、すぐ戻る。おいネイト。え、なんだ、ピカピカのやつを楽しみにしてるよ。任せとけ。よし、エイブリー船長にご挨拶と行くか。こんな聖堂に宝を埋めるなんて妙だな。そうでもない。エイブリーたちがここに来た時にはもう誰もいなかった。なるほどね。懸賞金もかかってたし隠れられる。それでレイフと何があったんだ。付き合いきれなかった。あいつも俺にうんざりしてたさ。俺は兄貴の死のショックから立ち直れなくて、あいつは宝が見つからずイライラ。バックれた頃には殺す気満々だっただろうな。今度は殺すだけじゃ済まないな。だろうな。なあサム、今のあいつは昔なんかよりずっと非常だ。噂を聞いてさ。俺も聞いたよ。だからこそこんなことしても悪いと思わない。記憶と変わりはない？聖堂が？ああ、うん、まあな、昔のことでちょっとあやふや。これいけそう。ああ、いいね。なんだよこれ。穴掘る設備だな。ショアライン？見ろ、聖堂周辺だけだったろ。くそ、伏せろ。よし、いいぞ。ああ、こいつらも大変だな。俺たちを待ってたみたいだ。しかも聖堂以外の場所も探してる。ってことは早く墓場に行かないと。その通り。なんだここは。いくつかの区画に分かれてる。メインは当然墓場の隣だけど。やっぱ場所が大事だよな。昭和ラインの装備だ。でも奴らはいないみたいだな。うまくいけば自爆してくれちゃうかもな。これは何かな。やっぱダイナマイト。ああ、気をつけてくれよ。おい、ドア開いたぞ。うわ、すげえ音。バレてないかな。他でもドカンドカンやってるし大丈夫だろう。見ろ、あそこ上がれそうだ。んじゃ踏み台でも探す。ええ、よし、いいぞ。バイバイ、ドアさん。お前結構うまいな。まあ今までいろいろ吹っ飛ばしてきたし。ねえ、これ使えば上がれるかも。くそ、しょうがないんだ、隠れろ。準備をしとけ。ナディーンが言っ
ってた奴らだと思うか。違っても関係ない。撃ち殺せ。こっちだ。ドアが爆破されてる。さあ、これでよし。うまくやったな。ああ、誰かが来る前にさっさと行こう。よし、さあ行こう。やった。おい、危ない。そんじゃサムもやってみる。おい、それ俺がやり方教えたんだぞ。だったらやってみろよ。ほら、どうだ。サム、あそこにはしごがある。よし、待ってろ、行くよ。よし、押してくれ。来いよ、引っ張る。来い。よし、サンキュー。よっしゃ、あった。あれが宿舎。ホップステップジャンプで行くぞ。おい、軽く言うなって。んじゃ行くぞ。ヒリヒリする。ダメか。結構楽しいな。無慈悲だな。寒くなってきたな。用を足してくる。新百合の教育は任せた。で、どうなったの？その反乱は。いいね。俺たちは左をやれ。俺がいいだ。お前ら修行が足りないな。この調子で行こうぜ。いつでも墓場にお迎えできると。
随分急いでるな。昨日までの結果を出せたね。何か見つけたらしいぞ。詳しくは知らないが。
今の見た？忍者みたい。さすが俺の弟、やるね。あの壁の向こうだ。おっと、これは飛び越せないな。他の道を見つけよう。